よし、食べよう。さて食べよう。はい、どうもパティモス協会でございます。というわけで本日はエースコックロワンタン麺ちょいラー油黒胡椒、具っていうか薬味のネギだけでございます。そしてお久しぶりの野田屋の購買梅クラゲで、これでご飯を食べたいと思います。こっちも回っていくかな。はい、というわけでいただきます。あ、うめえ。エースコックのワンタン麺はちょい汁多めで、ほんのピッとだけのラー油、これが私大好きです。もうほぼスープですね。いただきます。うまい。海コラゲ、これがねうまいんですよ。米に最高、ご飯炊きたて。うまっ、やばい。むちゃくちゃうまいやねんけ。やばいな。これは私的にはおにぎりとかでダメなんですよ。ご飯にのっけて食べる。あくまで白飯と1対1、での戦いですね。うまい。ほんとうめえわこれ。でもお宝発見。梅クラゲが赤レンジャーであれば、これは桃レンジャーですね。こいつもいい色気を漂わしておりますわ。米がうまい。でスープをすすと、麺はあくまでオプションですね。スープ言いながら全部スープは飲まないですけど、ちょっと俺はスープ寄りの濃いめのエースコックのワンタン麺よりちょっと水分多めの方が好きですね。でそこにごまラー油でラー油をちょろっと垂らす、この口の中でなんていうの、このピリッと味のしみる感じ、これがね本当にいい。ぜひともこのちょいラー油、あとごま入れてもよかったな、うん、いつもごま入れんねんけどね、ちょっと今日粒ってねネギだけでいいっていうねことしましたが、ごまは入れてもいいと思います。うん、なんて炊きたてのご飯って美味しいんでしょう。本当にピナコも言うてます、白飯最高と、うん、今までの猫人生、猫生、うん、猫人生でね一度も食ってないと思うけど炊きたて最高って言ってます。うん、あーうめえ。ほぼ飲んでもだな。うん。うまい。というわけでマツモツ協会、本日はエースコックのワンタン麺と梅クラゲで、あとはまあたらこも入ってましたけど、お昼ご飯を美味しくいただきました。ごちそうさまでした。幸せです。